栃木県立宇都宮北高等学校は、栃木県宇都宮市にある県立高等学校。2003年度スーパーイングリッシュランゲージハイスクール、指定校。男子不裕養成人間性豊かで、我が国の伝統、文化を理解し、国際感覚を持って、社会で活躍する人材を育成する。1、2、3年生は、週1時間、IEA という独自の授業がある。 その内容は主にグループ単位での自主研究で、テーマは地域研究、比較文化、紛争の研究、歴史研究などがある。生徒自身が課題を発見し、議論することで自国理解と国際理解を深めている。2年の学年末には IEA 研究発表会を行い最優秀賞を決定。姉妹校への短期留学制度があり、毎年20名を派遣している。 学校施設配置簡略図、構成員、部長、副部長、会計、部員等年号の横が、無印は出場、関数字は、順位、吹奏楽に関しては、小の色陸上競技、山岳、馬術、バドミントン男子シングルス陸上競技、フィギュアスケート、バドミントン男子、シングルス、バドミントン男子ダ、ンン男子ダブルス、バドミントン男子団体国ら100人一種、書道、 ベンロンバドミントン、フィギュアスケート、弓道、吹奏楽、陸上競技、将棋、高校生、ダンス甲子園優勝、スケートジャイカ国際協力中学生、高校生エッセイコンテスト、全国高等学校英語スピーチコンテスト吹奏楽、マーチングバンドバトントワーリング全国大会、全日本マーチングフェスティバル、日本感覚合奏コンテスト、 全日本アンサンブルコンテスト全国大会、吹奏楽部ジャンヌダルク祭り参加、全国学校合奏コンクール全国大会スポーツ、クライミング国際競技大会、スポーツクライミング世界ユース選手権、フリークライミング、日本選手権、ミレーカップ、フリークライミングリードジャパンカップ、フリークライミングジャパンカップ、フリークライミングワールドカップ高野山教書大会、日本ジュニアグランプリ、 選抜高等学校野球大会ローザンヌ国際バレーコンクールありがとうございます。